能力アップ。フォローする敵にアライアンやぞ。あー、なるほどね。はいはいはい。とりあえず、パワーでしょ。今、極意が効いてるから。いいね。あ、いいスラッガーになってきた。いいスラッガーになってきた、ちょっとずつ。いいぞ。よし。いいね。ちょっと総力なんとかしてな、これ。マジで。守備力か。そうだな。とりあえず、補給、まあ、これぐらいにしよっか。肩でしょ。結局は。評価上がるんかい、下がるみたいなものに、確かに。まあ、話聞いてくれたからっていうのがあるんじゃない、きっと。まあまあ、こんな感じでいいかな。練習。体力、そろそろ寝るか。はい。おー、来た、2回戦。おー、勝った !3-2。スキップ試合は大会の進行で、え?急に負けたりすることがあるってこと?ってことは。やめてよ。そんなやめてよ。急に負けたりするとか恐ろしいやつ。どうしようかな。パワーでしょ、やっぱり。パワースクワッチ!おお、よ、お疲れゆかい。このハンバーガーお前にやるよ。期限が切れそうなクーポンを大量もらったんだけど、使わないともったいないだろ。ついつい買いすぎちまって。だから NSS 食ってくれ。見て、この、三木本くんの優しい笑顔。いい子やん。うん。あら、それ発売したばかりの限定バーガーじゃない。美味しそうね。ねえ、それ私にちょうだい。私も食べたいな。私も欲しいです。はーい、沢口ちゃんにあげる。大丈夫?俺この実況言っててさ、俺評価下がんねえ?みんなの。俺ちょっとそこ不安なんだけど。まあ、大丈夫だと祈ってさ。はい。俺にこれプレゼントしちゃいます。気分転換ドリンク。たくさんあるんだったらみんなでええやん。はい。はい。かけてストレッチ。もっと練習したいのか。熱があっていいじゃないか。だから一人で、はい。あー、なるほどね。じゃあ、あさみくんと、はい。うちのエース、あさみ。はい。さあ、3回戦。はーい、来た。おー、もう、もし、いけんじゃないの、これ。水分補給。あー、水分補給、さば口、飲み物。はい。あれかい、ぼーっとしていて、どうしたんだ?あー、待って、どうする、これ。沢口さん推しですか?いや、今んとこね、あのね、沢口さんがすごい俺のことをね、なんかこう、先輩としてしちゃってくれてるんだよね。ちょっとこれには答えたいな。一周回って上がってるなら大丈夫だ。水をもらおうと思って、確かに古川頑張ってた。俺も頑張ってた!俺も頑張って、まあ、確かに、本当か?ちょっと照れくさいな。向井先輩も言うぐらいで、向井先輩言うぐらいですから、とっても頑張ってたんですね。じゃあおまけにもう一本どうぞ。あ、俺は?あ、はい。何これ急にどうした?うかい、知ってると思うけど、僕がリゾートするのはどの瞬間を切り取っても絵になるような美しく華麗な野球だ。君の理想はどういう野球だい?打ちまくる野球、遠くへ飛ばす野球、足でかきません、点を取られない野球、スポコンな野球、遠くへ飛ばす野球。なるほど。空を舞う球はなぜあんなに美しいんだろうね。じゃあ今日はそれを特に意識して練習しよう。君の動きは相変わらずブサ。あ、いやー、なんでもないよ。じゃあ、また明日。なんだ、戦国、お前。これ。なんじゃ、これ。ちょっと移動しよっか。行動力がたくさんあるんで。ドラッグストア。ちょっと行ってみよう。あ、はい。あら、お兄ちゃん。はい。ゆずきちゃん、どうした？特売ドリンクはこれをどれにするの？どうしようかな。SP 買っとこうか。はい。せっかく行動力あるんだったら使っとこうぜ。はい。じゃあ、お、純血？お、決勝まで行っちゃうんだ。でも、秋田決勝まで行くんだったらさ、正直言って、ねえ、あるでしょ。あ、でも秋田じゃないか、なかなか。その、地区代表として。難しいね。とりあえず、まずパワーだな。強打打ち込み、はい、打ち込め !DNS カードに評価があった。一人で何をしてんだろうかい。そうか、グラム磨きか。でもちょっと磨き方甘いんじゃないか。あ、また。はい。守備手数引いた。ああ、ありがとうございます。
お兄ちゃんお疲れ。はい。練習見させてもらったよ。って何よ、鳩がマメットを食らったような顔しちゃって、そんなに驚かなくてもいいじゃない。え、バイトじゃないのかって？今日お休みだよ、お兄ちゃん。もう私のこと何も分かってないんだから。私お兄ちゃんのことちゃんと分かってるよ。どうした急に。今のお兄ちゃんに足りないのはミート力、パワーだよな。パワーだよな。なんだ、自分で分かってるじゃない。それぐらい私のことも分かっといたよね。じゃあまた暇だったら練習見に来てあげる。足りないところはしっかり鍛えておいてね。なんか行動力がめっちゃたまるな。あ、来たー、決勝だ。はい。この決勝まで、来れたことは運に恵まれただけだ。くれぐれも油断せず、引き締めていくよ。今日の、決勝の相手は宇都宮学園だ。はい。甲子園に来るチャンスで、鵜飼くん期待してるからね。もうすぐ試合始まるよね。緊張してる。鵜飼ならいつも通りやれば多分大丈夫なんじゃない？まあ普段よりいい結果を出したいなら具体的な目標を決めてくれ言われちゃうよ。打点を上げるよ。いいんじゃない？勝つためにはこれからバシッと決めないとね。じゃあ頑張ってね。チャンスで待ってきてほしいな。よー、鵜飼、久しぶりだな。彼これ中学以来だよな。俺今、宇都宮学園のキャプテンなんだ。よろしくな。ゲーム返してくれ。覚えてたのか。でも、なくしちゃったんだ、あれ。お詫びに、これで勘弁してくれないか？手持ちがこれしかないんだ。あ、ごめんね。それは、良き妹や、確かに。それより、俺とまた勝負しないか？昔、試合の時によくやったろ？俺が、なるほどね。はいはいはい。ホームラン打ったらお前の勝ち。勝負する上等で。俺は打てるってことが前回証明されたからね。しかも、その時より俺は成長しているから。なんだったら。かつて打った俺より。プレイスタイルは自分の打席を操作。あ、打順上がってる。6番になってる。いいね。宇和島、三木本、鵜飼っていう感じ、いいね。さあ、行きましょうか。はい。妹ちゃん、いい子すぎる。マネージャー3人囲まれて、してる兄、誰がやねん。あ、やっぱ客入ってんね。さすが決勝。まあまあ、入るか。それくらいは。ああ、エースかよ。俺からホームラン打ってみるってことか。さあ。はい、アゲプロさん今回来てくれてありがとうございます。行きましょう。まだ、2点ビハインド、やばい。これさ、なんかないのかな？その、なんだろう、パターンみたいなさ。ダウンロードコンテンツかなんかであるか、きっと。あったら買おう。はい。なに？タイミング遅いだと？くそ。あーっと、はい、ポテン。あ、いいぞ、いや、走れ。間に合うか、足が遅ーい。無理しない。買ったんですよ、プロスピ。いやー、点が入らん。チャンスも来ん。え、マジで甲子園来て。やばい、そろそろちょっといろいろ使ってきたな。オーケー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 。なんかあれだな、ちょっとコントローラーの感覚になれないとな。プレステのコントローラーの感覚でやると痛み見るぞ、これ。なに？くそ。あー、タイミング全然合わねえ。センター肩ふわふわ。第3打席、ツーアウトランナー1塁。いやー、やばい、この完封される。それは嫌だ。タイミング合わねえんだよな、なんか130キロ。あー、待って待ってくれ、今のはありか。よくやるやつやー、2安打。いや、ホームラン打ちたがい、打点が入らない。待って、もう1打席、終わったー。完封負け、マジ？いや、俺もびっくりしてるよ。ちょっと待ってくれ。スイッチでなんかこんな打ちづらかったっけ？ひどい。
今日3打数2安打。いやーでも点が入ってないんだよな。うん、やり方なかったな。あ、でも、初大会は選抜だから、また甲子園に、まだ甲子園に行ける可能性あるんですよね。秋田会準優勝じゃほぼ無理だと思うけどね。うちあまり実績ないしね。行きますよ、きっと。ああ。よう、悪かったな、うかい。うちが勝っちまって。今日お前と試合できて楽しかったよ。ね、ああ。仮に飯を奢ってもらうぞ。はい。ああ、くっそ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にも、Twitter 等もやっているので、ぜひともフォローの方、よろしくお願いいたします。それでは、明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと、うかい、とうしろうでした。またねー。